こんばんは。こんばんは。ちょっとね、まだ髪の毛が半乾き半乾き。わー、ふやけした、ありがとうございます。あと25分後でシャーベットピンクリリース日。わーい、おひのさーん、はーい、やったー。まだ届かない？35分後だ。35分後でスタート。35分後。あ、歌詞なんとか1番は覚えた。かゆかゆかゆ。やったー、ゆかちゃんの生写真地引き、やった。アップルミュージックで買った。私もアップルミュージックで買いました。何も見えない。買いました。そこは LINE ミュージック。あ、確かに。え、 LINE ミュージックってどうやってやるんだろう。今やってみよう。LINE ミュージック、皆さんも今一緒に LINE ミュージックしましょう。ログイン認証。で、シャーベットピンク、あった。どうやって買うのこれ。あ、アルバム購入、購入。コイン不足？コインって、ちょっと後でやってみます。これ終わった後、時間がかかりそう。ちょっと配信後にやってみる。コインってどうやってやるの？少し、ついでに LINE ライブも始めちゃう。 LINE ライブ？LINE ライブ？ LINE ライブってできるんですか？あ、ラルインライブはあれだよ、みなみがやってる、ほら、ラルム、ラルムのだ。あ、 LINE のホーム画面のミュージックにしてきた。嬉しい。あ、そう、 LINE ミュージックにログインまでは終わったんですけど、そこからが、そっか、 LINE ライブしたいな。 LINE ライブしてみたい。この間初めて LINE ライブをしてみました。シャベットピンクの、発売記念配信、 MV か、 MV 公開記念のやつで、あれはすごかった。なんか30万人の方にも見ていただいて、結構びっくりしました。で、あ、 LINE、 あ、そうなんだ。
もうすでに眠たいんですけど、なんか最近ずっと眠くて、なんか寝ても寝ても眠たい。あ、 LINE のプロフィールずっと世界の人だったから1年9ヶ月ぶりに更新、嬉しい。というよりもずっとそれにしてくれてたの？ありがとう。明日は発売日なので特別に古社と配信でもしようかなと思います。特別に発売記念で古社と配信したいなって思います。このショールーム23時55頃におら、なんで23時55頃でも OK。 ショールームしてる場合ではないのでは。なんでなんでダメなの？前回の古車配信が見れなかったから楽しみ。そうです、なんかいつもちょっと突然やってしまうので、ちょっと明日はちょっと帰りの時間にもよるんですけど、あ、早めに終えてくれるといいで OK。 じゃあ50分までにしたいと思います。今日の配信は友達に配るよ、ありがとう。そっか、12時ぴったりになったらってこと、そういうことかな。ああ、明日早起きだからってこと。あ、大丈夫です全然。でもどっちにせよ12時までは起きてたいので。明日は8時以降かな。明日の配信はでも明日も23時くらいになっちゃうかもしれない。ダウンロード完了、ありがとうございます。確かに助かれますね。どういうことだろうけど、なんかあるのかな、わかんないけど。発売嬉しいね、嬉しいです、本当に嬉しいね、楽しみにしてます。お友達シャーベットピンク聞いてみたいって言ってくれた。あのね、シャーベットピンクの振り付けこういうのがあるね。こういうのもトキをイメージしてるんです。トキ、こういうのも全部トキをイメージした振り付けがあるんですよ。うなぎ食べた？私はなじら。あ、うなぎ食べた、うなぎ食べた、うなぎ食べた、うなぎ食べました、うなぎ食べました。今日はうなぎの日でしたからね。雨の音がひどい、キリカちゃんの小雪です。あ、雨降ってる？ラリンさんと、そうそう、ラリンさんにコメントした、うなぎ食べました。ラーメンもね、ツイッターの動画、あ、そう、ツイッターの動画見てくれました？リガちゃんとなんか踊ってみました、昨日。あ、見たーって嬉しい。まゆちゃん、タワーだ、ありがとう、びっくり、ありがとう。全然あの女の子のファンの方です。よく握手会とか会いに来てくれたり、ツイッターとかでもなんか動画を作って、よく動画作ってくれたりとか、すごい私のことを好きでいてくれる女の子のファンの方です。ありがとう、無理しないでね、ありがとう、気持ちで嬉しいです。じゃあ
お礼にいいこのシングルをプレゼント。ん？CD 待っててね。今来ました。やっほー。おー！ありがとう。後ろ普通にメンバー歩いてて笑った。そう。準備中で。準備中でみんな後ろ結構通ってましたね。ゆかたんのサイン楽しみ。ありがとうございます。待っててね。ゆかちゃんの公演も楽しみにしてるで。ゆかちゃんも公演できるのかな。何にもわかんないまだけど、やりたいやりたい、声やりたい。あゆかも西荻ドラにやりたい、やりたい。また来るね。おやすみ。ありがとうございます。おやすみ。あ、そうなんです。新潟県内の方限定なんです。県外民はまだお預けなの。そうなんです。でもこういろいろなことを、はい、感染拡大っていうの、やっぱ移動とかでも大変だったりもするので、今回は新潟県内の方のみで、お客さんが50人限定で、メンバーも最大6人でやるっていうものなんです。そう、メンバー6人、お客さん50人の 県内の方限定。あ、自称新潟県民、自称、自称、新潟県に住まいのある方いつもより少し多い県内。あ、そう、確かにそうだ、そうですね。県外民すいません。あ、 DMM でぜひ見てください。おぎゅうかも出るの。おぎゅうか出るのかな。おぎゅうかも出たい出たいよ、そりゃ。何しようかなんかしたいな。なんかさ、今まではそのガタピーと二人で何かをするっていうのがなくて、まあ公演でユニットの残酷な雨はやったことあるんです。あやにゃんの生誕祭で。でもそれ以外だったら意外とときめっせのコンサートの手もでもの涙だけなんですよ。意外とガタピーと二人でいっぱいやってそうに見えてやってなくて、気持ちだけ新潟県民はみんなみんな気持ちは嬉しいけど、だから意外なんか結構ほら二人でいることが多いから、曲とかライブとかでガタピーとなんかやってるって錯覚に陥るけど、実際パフォーマンス二人でするってもう2回3回とかしかないんですよね、 NGT 入って。本当に そう、ありそうでないんです。だからしたいなって。したい。西荻合戦コンサートの時とか、あ、確かに。ハートの独占権をオナシャスオナシャスって何、オナシャス。なんかあまり絡みのない、絡んでそう、今意外なメンツっていうか、そのメンバーとやるのもすごくやってみたいし楽しそうだし、でもガタピーとも
やってみたい。5年経って本当に2人でやってるのってもう片手で収まるくらいしかしたことなくて、きっと応援してくれてる方も喜んでいただけるかなって思うんですね。そしたらゆか太郎、ゆか太郎ってなんか久しぶりに聞く、なんかゆか太郎誰かから言われたことある。そう、プロデュース公演ってない何か30分とかでもいいからやってみたいよね。ゆかちゃんロスだよ、会いたい。ああ、嬉しい、嬉しい。県外からしか行けない。ああ、海渡り勢には結構遠い新潟。そうだよね。あ、コールはできない。あ、そうね、コールはダメです。レイナとヒノの埼玉メンバーで川越行きたいって、あのね、しかもそれも埼玉メンバーで何かしたいっていうのも結構ずっと言ってて、まあ、それこそまだコロナとかがある前の、ある前から言ってたんですけど、なかなか叶わなくて。面白いねって言ってくれてたんですけど、それをやる場がなくて、どうしようね。まだでも夢しな公演が始まる前とかだったんです。それはゆかちゃんと1月5日以来会ってない。うー、結構だ、今もう7月だもん。またレイクとかでイベントできたらいいな。したいですね、埼玉で。今こそまた提案をしてみるといいね。うん、したい。コンフェッションメンバーでの公演を盛り上げる。ああ、ゆかコンフェッションでーす懐かしい。もうサントピアもね、そう、サントピアもありますよ。西荻とアブコナの合同は贅沢すぎる。西荻アブコナの合同だったらすごいカオスなことになりそう待ってくださいね。西荻とアブコナだったら結構カオスな感じになりそうですけど大丈夫ですか。どうなるんだろう。なんかでもすごい楽しそう。絶対やばい。収集つかなくなりそう。渋滞しそう。怖いです。だってやってみたいな。西荻&アブコナ。あ、確かにそこに青を入れよっか。そうだね、真ん中にそこに青を入れて。いいね、その感覚で青いいね。ちょっと青めっちゃ遊ぶ。ちょっと一旦静かにしてくださいとか青あの笑顔で、ちょっと静かにしてくださいとか、なんかあの笑顔で言ってくれそうで最後4人で青ちゃんに怒られて、青ちゃんすみませんっていうね。あ、村長もいいね。村長も面白いな。中和役。ゆかペロ公演って何？あ、ひなた？ひなたね。ペロ。ゆかとひなた？どうなんだろう。どうなるんだろう、ゆかとひなたも。村長さんとユニットを見てみたい。真面目になりそうけど面白いかも。なんかいろんな人とのあれ考えたらすごい楽しそう。なんでここで
なんでここでミラーボール発動したんだ。完成度の高い公演になりそう。コラボ公演楽しい。確かに。最近ななこさんがゆかちゃんのことを推してるからこの二人も見たい。どういうこと、ななこさんがゆかちゃんを推してるって。初めてそんなの聞いたんだけど。どういうこと。あと仕事します、またね。あー、またね、ありがとう、頑張って。可愛いところをミラーボールねみたい。どういうこと。あ、公演実況でってこと。あ、そうなんだ。嬉しい。なんて言ってたの、女の子。動きがうるさいって。動きがうるさいってことかな。床にいいね、あやかにちゃんとゆかちゃん。新潟に移住する時が来たからって。そうです、移住する時が来ました。Can you speak English? I can't speak English. 合ってる？私全然英語話せません。どへ引っ越すかだって。はい。え、彼氏なしたいって、ゆかのこと。ゆかのこと彼氏にしたいって言ってたの。なんで。やばいそれ。けどね、私ね、言われる、なんか彼女にしたい、メンバーにね、なんか彼女にしたいっていうか彼氏にしたいって言われるんです。なんで。イケボだった。イケボじゃないでしょ、どう考えても。あと4分で終わろう。カニちゃんも言ってた。なんでだろう、男気あるのかな私。彼女にしたいじゃなくて彼氏にしたいって言われるんですよ。何でも許してくれそうではある。何したら楽しい。石蹴る姿がかっこよかったから料理できないからって。ちょっと、私はゆかちゃんを彼女にしたいよ。でしょ、友達にしたい。ゆかちゃんからのお料理が心配。かっこいいもんな思ってる。あ、合ってると楽しいから嬉しい。モテ期かな。お姉ちゃんにした。あ、お姉ちゃんになりたい。ゆか妹欲しい。味噌がゆに味噌入れ、懐かしい、握手会の時の。でも確かに彼女にしたいとか言われないな私。たぶんなんかさ、ファンの方の中でも彼女にしたいランキングみたいなのあったら私絶対圏外な気がするもん。彼女にしたいランキングとか絶対圏外な気がする、自分。けど私自分で言うのもなんだけど、ゆかお姉ちゃんになったらすごいいいお姉ちゃんになると思う。かっこ女の子の妹に限る。私は弟はいるんですけど、でも弟に対してもすごいいいお姉ちゃんだと思うし、これ本当に弟に聞いてみてほしい。いいお姉ちゃんですかって聞いたら、あのとか言うと思うけど絶対そう思ってる。だってお姉ちゃん、ゆかがお姉ちゃんだよかったねとか言うと、はいはいとか言いながらもう絶対うんって思ってるもん。ゆか絶対いいお姉ちゃんだと思う。本当に自分で言うのもあれだけどね。すごい自信。本当にいいお姉ちゃんだと思う。うん、ちゃんとお話も聞いてあげるし、ちゃんと言われたことちゃんとやってあげるし、でお姉ちゃんらしくたまに物も買ってあげたりするし。自意識がよ。いや、あのね、あの他の自分には自信持てないんですよ。他のさまざまな自分には自信全然持てないけど、お姉ちゃんっていう面にはすごく自信持てるもん、本当に。あ、もうちょっとで配信終わる。もうこれだけは自信持てる。本当に他の自信は何もなくても
お姉ちゃんっていう自信はあるもんだって。もうこれだけはやっぱ弟にあのお姉ちゃんどうって人に聞かれて、わあいつ最悪っすよとか言ったらもう手が出そうになりそうなくらい、なんて言った今ってもうなるくらい、これはもう許せない本当に。やばい、もう50分になっちゃった。手は出さないよ、もちろん出さないけどね、絶対。ちょっと今なんて言った。けどゆかがいつも怒られる側だからね、弟に。ゆかどっちにも怒られる側だから絶対勝てない、ゆか。ということで、そろそろ終わりにしたいと思います。じゃああと10分でシャーベットピンクが発売ということで、皆さんぜひ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 聞いてくれたら嬉しいです。皆さん今日もお疲れ様でした。明日は19時からアベマ TV さんで生放送があるのでぜひご覧ください。メンバーも出演します。生でちょっと早いんですけども、シャーベットピンクリリースありがとうございます。1年9ヶ月ぶりにシングルを出させていただけて、皆さんのおかげです、ありがとうございます。そしてみゆみゆ頑張れ、やった。